パイオニア計画は、アメリカ航空宇宙局の惑星探査計画とその、惑星探査機シリーズである。ガツ探査機として打ち上げられた053号と X、Y、Z の探査機はいずれも探査に失敗し、1959年3月3日に、ジュノー2型ロケットで打ち上げられた4号で初めて、月の探査に成功した。5号から9号と、a e までの探査機は、 惑星間空間探査機として打ち上げられ、人工惑星となって太陽の周回軌道に乗り、観測を行った。外惑星探査のために1972年に打ち上げられた10号は初めて木星。1973年の11号は木星及び初めて土星に接近、観測に成功した。10号と11号は探査後に外宇宙へ向かって飛行中であり、 機体には地球外生命体に遭遇することを考え、地球や人類の姿などの線画からなる簡単な図解を記した金属板が搭載されている。図の意図するところを読み取れれば、その生命体は人類並みの知性を持っているはずということで描かれたという。この図が発表された当時、世間ではその科学的意義よりもむしろそこに描かれた人物が裸であることについて、 議論が沸騰したため、考案者のカールセーガンは呆れたという。パイオニア10号に搭載された金属板、図版10号と11号には原子力電池が積まれ、新宇宙でも動作する様に設計されており、観測後も信号を発していたが、11号は1995年11月の信号を最後に途絶した。10号はその後も、 信号を発し続けたが遠ざかるにつれて電波が微弱すぎて内容の解読ができなくなり、ついに2003年1月22日を最後に信号が途絶した。惑星探査機のパイオニアシリーズは11号が最後となり、これ以降は金星探査のパイオニアヴィーナスシリーズへ移行した。これら4機の設計寿命は半年であったが、パイオニア6号、7号、 8号は現在でも正常に動作している。現在の視点では観測機器の精度が甘く、これら3機のデータは他の探査機のデータで賄えるため常時運用されていないが記念的価値として現在でも時折更新が行われている。ありがとうございます。